はい、やべえ。勘のいい方はお分かりかと思いますが、ワカサギを食った。その後、デザートでバナナボートを食べようと思ってたんですよね。これを探してたら、ちょっとね、間が空いてしまったので別撮りになりました。ということで、どういうことだまあ、置いといて、とりあえず俺ね、友人の奥様にいただいたお花です。でね、ちょっと写そうと思いながらも、見えないっていうような感じになってるんですけどもね、ちょっとこの後ね、バナナボートのカフェライス、これを食べていこうと思います。で、ライスもね、限定のコーヒー味があるはずなんですけどね、それが、見つかんなかったということで、令和4年の1月の限定のカフェオラージ、これを食べていこうと思います。はい、ということでですね、ちょっと角度を変えてみました。花が映るようにね、綺麗な花ですよね。で、結構香りも実は良かったりします。香りしないんじゃないかって言われてましたけどね、結構ね、バラの香りまではいかないですけど、結構いい感じで香っております。ということで、バナナボートのカフェオラージ、ちょっと噛みまくりですけどね、食べていこうと思います。顔が映るギリギリだな。まあ別にね、映ってダメってわけでもないけど、まあ見たくないと思いますのでね、皆さんね。あ、これは花立て牧場のミルジーってなってますね。花立て牧場なんだ。花立て牧場どこにあるんだ。あの花立て牧場って言って、一時キャラメルがすげえ有名になりましたけどね、そこの牧場なんですかね。で、東北来て思うのは、秋田だとね、ニカホの方にね、牧場があったりだとか、で、岩手の方でもね、有名ですよね。牧場があったりとかしてるんですけどもね、小岩井だとかね、ありますよね。ですけどね、花立てになってるな。花立てってどこにあるんだ。東北にも牧場あるのかな。わかんないけど、とりあえずね、ぐだぐだ喋っておりますけど、食べていこうと思います。栗はこんな感じ、ですね。いただきましょう。どう。ほろ苦さもありの、ミルクの優しさもありのって感じだね。はあ、いただきます。これは結構バナナに合うな。バナナポートっていうとね、毎月やってるんですけど、意外とこうね、酸味がある系のものだと意外とバナナとのマッチングはどうなんだと思うことはあるんですけど、それなりに美味しいんですけど、これは結構マッチングとしてはいいんじゃないかな。カフェオレだからミルク感があって、ミルク感があるものはバナナと合うし、で、コーヒーのほろ苦さとバナナの甘さが組み合わさって、で、バナナボートのこの生地でしょ。これはありじゃないかな。結構個人的には好き。で、ダイスのコーヒー味っていうのを食べ比べたかったな。カフェオレのこのほろ苦さとミルク感がバナナには合いますね。あと生地にも合うんで、これコーヒー味どうなんだろうな。あ、これは月度の限定の味ではかなり好きな方に入りますね。美味しかったですね。ということでね、サクッと終わります。アベンでした。ご視聴ありがとうございました。ペバラ。